にちは。こんにちは。おやっぱりさ、はい、声が出るな。出ますね。なあ、うん、いいな、やっぱりスタジオってな。ね、スタジオに戻ってきて、あのアクリルの、はいはい、この板で、まあ、飛沫感染を防ぐというか。そうそうそう。やっぱり違いますね。違うな。リモートと。いや、全然違う。何が起こった？痩せた。痩せた。痩せた。そんな痩せたかね。痩せた。そうか。はい、ここがもうげっそりなくなりましたもん。ああ、そう。うん。まあいいことだな。まあいいことですよね。ああ、よかったよかった。病気以外だったらな、まあ、そうですね。ちゃんと検査も行ってくださいね。健康診断の方ですけど。今行きにくいな。あ、そっかそっか。今はね、今はちょっとまあ落ち着いたらですけど、はい、ちょっと今話題になっていることで、うん、こちら伊高さんは痩せてよかったですけど、うん、こちらはちょっと良くないニュースなんですが、阪神です。はい、あの藤浪晋太郎投手が遅刻して、うん、無期限の二軍落ちという。まああれだな、まあ、遅刻する人もいるけど、はい、中にはね、はい、まあ、藤浪だけじゃないとは思うけどさ、うん、やっぱこういう時こそ緊張感を持ってほしいっていうことだろうな、まあ、チームとすれば。 そうですよね、うん、こっから一丸となってっていう時ですし。そうだね。プラス、まあ、その前にいろいろ、まあ、いろいろあったしな、はい、だからそういう意味では緊張感というところでは、はい、まあ、それを促すという、うん、でチームに緊張感を持たすという、はい、まあ、そういう行為だと思うけどね。そうですよね、うん、ただ、まあ、藤浪投手は、はい、あの遅刻は、まあ、これが初めてじゃないということもあったりとかで、うん、なんかどうやら、まあ、サジを投げそうだとチームが。あー、だからもう、あ、結構何、はい、寝ぼくせがあんの。なんか初めてよく寝れるんだね。いやいや、羨ましいよこれ。あ、逆に逆に俺目覚ましかけてたってその前に絶対起きるタイプだ。今何時起きですか、三鷹さん。今もうね、うん、健康状態はマックスだから7時台には起きる。早いですね。現役の時はどうだったんですか。いや、現役の時は寝ろって言ったらいくらでも寝れたよ。遅刻は、遅刻はない。いや、だまあそういうタイプだから。あ、もうそこはしっかりと10分前行動とか15分前、まあ、そうだから。あ、でもね、はい、チームによっては遅刻するやつは遅刻する、もうそういう癖なんだよね。性格、昔から、まあまあ、昔からそういうのがあると思う。だから、はい、藤浪には、はい、例えば10時から練習開始っていうのを9時にしとけばいいんだよ。伝えるのもね。もう伝えよう、嘘つ、嘘を伝えとけばいいんだよ。ああ、9時は、あ、間に合わないって言って、いや、本当は10時だよと、うん、いうことでいいんだよ。いいんですかね。まあ、そのぐらいの配慮があってもいいけどな。でもまあ、遅刻はいけないね。そうですね。ただ、遅刻だけで無期限2軍っていうことも、うん、他にも何かいろいろあるんですかね。やっぱ状態とか。まあ、状態もあるだろうな、うん、それとやっぱりこうコロナで感染して体力も落ちてたりだとか、うん、まあ、そういうことするとやっぱり自分のボールが投げれないとかさ、はい、まあ、オフには山本昌とかね、はい、あの臨時コーチ呼んでやったことがまた一からになってるのかなっていうような気はするけどね。そうですよね。あとちょっと記事によるとちょっと内部がもうこのままチームにいてもダメなんじゃないかということで、例えばトレードに出すだったり、うん、もしトレードに引き取りっていうかなければメジャーに行った方がいいんじゃないかとか記事だと、うん、まあ、メジャーだったら大乱闘になりそうだよね。こんな抜けボールが来たらお前狙ってんのかこの野郎みたいな。逆にそういうのある。あ、もっとイップスになっちゃうかもしれない。可能性はあるよね。だからまあトレードって言ったら取る球団はあるんじゃないの。パリーグですか。まあ、パリーグは、まあ、うん、まあ、パリーグの方がいいかな。環境をそれは変えるっていう意味ですかね。だからそういう意味では、はい、あのパリーグの方がいいかなっていうような気はするけどね。ただ、うん、豊さん、このちょっと120試合でちょっと短期決戦になれば、阪神はピッチャーの投手力があるから上位に行けるって言ってたじゃないですか。ただ藤浪投手も無期限の二軍落ち、さらにあの高橋遥人、はいはい、選手もなんかちょっとあれですね、期待されてたのて、まあ、あの調整がうまくいかなかったんでしょ。はい、まあ、それはやっぱこう自主トレ期間中が長かったから、うん、だからそのやっぱコーチがつきっきりじゃないとまだ自分のフォームが確立されてないとか、うん、どういうふうな調整をしていいかっていうのが自分で分からなかったんじゃないの。あ、まあ、そういうところだと思う。若い選手に多い感じがするよね、うんうんうん、だから、まあ、そこら辺もただね、ピッチャーがいる阪神は。あ、それ外国人がいいのがいるもん、ピッチャーで言ってましたもんね。ああ、うん、まあ、そしたら、うん、やっぱこうゆっくりして、うん、ちゃんと整ってから上げた方がいいっていう考えもできるよね。
今無理せずに無理する必要もないしさ、うん、選手がいるから、はい、ただ伸びてほしい選手の一人だと思うよ阪神にとってはね。そうです。力もボールにあるし、うん、だからそれだけのものがあるわけだから、うん、それは一軍でいてほしいと思うけど、悪いのに無理して置いとくよりは、うん、やっぱりちゃんと調整をさせてやった方が、うん、まあ本人のためだろうね。藤浪はその遅刻も運があるだろうけど、自分の投球ができない、まだ、いまだに、はい、藤浪の常習なの？いや、常習とは書いてないんですけど、ただこれがやっぱ初めてじゃないとは書いてあるんですよね。だからその気持ちが疲弊してるのかなっていうのを気がするよね。あれ以来ですか？まああれ以来というか、自分の思うままにいかないから。あ、ここ数年のことが、うん、でだからなんかこうストレスになってコロナになっちゃってみたいな。あ、なんか悪い流ればっかりがあるじゃない。なんか占いで見てもらって、お祓いに行った方がいいんですか？まあ紹介してやるよ。いやだから志村さんとか。だから紹介してやる。そうですか。もうちょっとお祓いってなんかちょっと気分転換できるんですか？まあ確かにね、うん、気分転換は必要だな。だからまあ一番の気分転換は取れる。あ、やっぱりそこですよね。やっぱ環境を変えてあげるという、なんかそれが一番本人のためになると思うけどね、うん、一番チーム的にどこのチームと合いそうですか？藤浪投手だったら日本ハムとかいいんだよ。なんで？いや、ちょっと待って、私に聞く。いや、なんでっていうか、いやいや、なんとなく雰囲気的にね。あ、そうなんですね。そんなキーキーしてないし、うんうん、なんかこう、じっくりというか、うん、あそこさ、トレードされたら、うん、大体の選手って活躍するじゃない。太田大使とか。そう、ゆさこさんおっしゃってましたよね、うん、だからその、チームの受け入れ体制がうまくできてるんじゃないの。 あと、栗山監督が悪くても使い続けてそうだね、くださったりとか、うんうん、だからそういった意味では日本ハムっていうのは一つ考えるといいかもね、うん、で先輩の中田翔がいるじゃん。あ、じゃあ少々やんちゃでもいいってことですか？まあ、やんちゃでもいいと思うし、高校の先輩、うん、ただやっぱり中田翔っていうのは勝負に対して厳しい男だから。そっかそっか。だからそこら辺でははっきり言っていくんじゃない。そうするとやっぱ環境変われば、あのスップのケルだったりとかイップスとかも、うん、そういうのもちょっと。いやいや、そのイップスは、うん、その環境変えたからって言ってそれは変わらない。変わらないけど、はい、やっぱ札幌ドームって投げやすいと思うよ。広いし、あ、ピッチャーにとってみたら、うんうん、だから少々甘くても飛んでいかないしさ、はい、あれだけの力のあるボールだとさ、うん、だから日本ハムとかはいいかもね、うん、ただススキノというその誘惑の半角もありますよ。いやいや、いや、あのね大阪ってさ、いっぱい隠れ家があるのよ。何ですか隠れ家って。いや、だからちょっと外れたところに隠れ家があったりだとか。あ、そうなの。いや、飲み屋とかね。はいはいはい。で、完全個室とかさ、うん、いや、すすきのって、うん、それは大阪規模からすると狭いから、うん、はい。だからすすきのっていうのは、はい、他のチームが遠征来た時に、うん、わーっとやるだけで、はい、地元の選手っていうのはこじんまりしてるよ、うん、あ、そう。だって俺たちだって横浜で飲むというのはこじんまりしてる。やっぱ地方行った方が。いや、だってすぐバレるもん、球団に。じゃあ遠征行った方が伸び伸びできますね。ああ、そうそう。だからその東京に家があった時は、はい、六本木とか出てきてたんだけど、はい、それは球団バレない。やっぱり地元で飲むとバレるからする。そうですよね。すぐ一つ手とかすごそうですもんね、うん、何の話やん。ですね、隠れ家の話か。いや、もっといいなと思ってじゃあ隠れ家、うん、まあそっかそっか。だからまあ球団がね、はい、あの藤浪に対してそういうふうな考えをするんであれば、うん、やっぱ彼を一人の個人のプロ野球選手っていうふうに考える、はい、考えたら、うん、環境を変えてあげることも大切なことかなっていうふうには俺は思うけどね。そうですよね。まあ遅刻云々っていうのはもう癖があるし、はい、まあうちの事務所にもいるけどね遅刻するやつは。だけど、だけどそういうのはさ、うん、意外と自分では悪気はないんだよね。まあもうちっちゃい時からの身についてるなんかなんでしょうね、うん、なんかあるんだよ。罰金って言っても、でもやっぱ遅刻しちゃうんでしょうかね。お金を持ってるからいいのか。いやいや、罰金って言ってももうそう、うん、なんかもう一つの病気みたいなもんだよね。リハビリかなんかした。いや、だから球団変えるとまた緊張感が蘇ってくるじゃない。そっか、新しい球団に行くと。はい。で、プロ野球ファンも藤浪っていう選手をやっぱ素晴らしい素質だっていうのは分かってるだろうし、だからやっぱこうまた立ち直る姿っていうのを見てみたいと思う、うん、と思うんだよね、はい。まあ、それだったらもう環境を変えてやった方が俺はいいと、うん、そうですよね。その方がファンのためにも本人にとってもチームのためにもいいかもしれないです ね。で、来年の例えば交流戦で
阪神フルスと戦うところとか、それもそれで見るのも楽しみ。もう阪神の選手が怖くて打席に立てない、うん、まだまだすっぽ抜けすっぽ抜けある。多分すっぽ抜けはね、俺治らないと思うよ、あの投げ方してるうちは。あれ昔からだったんですか。いやいや、そんなことない。そうですよね、うん、それはもう右バッターなんかもう怖くてブルってるよいや本当にそのぐらい立ちたくないって。いや だって藤浪は悪気がないと思って投げてるから立ち悪い、だから怖いんだ。あ、そっか。いや悪気があるやつはこっちに来るかなっていう、うん、来たら行ってやろうとか思うけど、うん、いやもう来るの分かって立ってるから。で曲がるかなと思ったら曲がらずに来ちゃうんですよね。それを一つの武器にすりゃいいんだけどね。荒れ玉みたいな感じです、逆に。だから人はいいんだよ、藤浪ってね。多分そうなんでしょうね。まあ、黒田に謝ったりとかさ、うんうん、だから人はいいからね。性格はね、すごく多分すごくないいい方なんだと思うんですけど。でも復帰は見たいですね。復帰は見たいよな。いや見たいです、まあ、復帰というか復活はね、復活ですね、うん、遅刻、俺らはあんまり関係ないけどね、遅刻はね、まあ、まあそうですね。ただやっぱあのプロ野球ファンとしたら、はい、あの藤浪の復活を見てみたいと、はい、ね、うん、で高橋遥人頑張ると。そうですね、はい、豊さんはどうですか、生活指導としてついてその2人にアドバイスしてつくのは。いや相当早起きだよ絶対起きれない。豊さんについていけない、うん、豊さんが今ならね、自炊のご飯もついてくるじゃないですか。高いぞ両代が高い。両代が高い。ね、藤浪投手とね、高橋投手、もしよければあの豊さんにご一報ください。はい、はい、よろしくお願いします。はい。